白本勝は、日本のジャーナリスト、日本国際放送代表取締役社長、NHK 解説委員室解説副委員長や、NHK 福岡放送局長を歴任。解説委員としての担当分野は政治。熊本県熊本市出身。熊本県立熊本高等学校を経て、一橋大学社会学部を卒業後、1982年。 NHK に入局し、地元九州、福岡局の記者として、キャリアをスタートさせる。大学及び入局同期に、菅安弘がいる。東京転勤後は、報道局政治部記者として、形成会、民主党などを担当。広島局選挙担当デスク、本部報道局政治部副部長などを務めた。2004年から、政治担当の解説委員となり、日曜討論や、 持論、口論など、解説委員室制作の番組に出演。2009年解説主管、2010年記者主管、2012年に解説委員復帰後は副委員長に就任。日本自治学会常任理事、企画委員長なども務めた。2015年6月の幹部人事で、元、ニュースウォッチ級アンカー、田口五郎の公認として、 初認知でもある福岡局の局長となった。なお、田口とはほぼ同世代である。九州交響楽団副理事長などを兼務。2018年国際放送局付、日本国際放送代表取締役社長。ありがとうございます。